下岡蓮城から1914年3月3日は、日本の写真家、画家。蓮城は、郷で、通称は久之助。横浜を中心に活躍、上野彦間や、うかい玉川らと並び、日本最初期の写真家である。下岡蓮城が慶応4年に撮影した、武州を主犯し、吉田伊佐男の写真静岡県下田市、下田公園内にある、 下岡連城の石踏みと、増伊豆国家で田中原町に、桜田よそえ門の三男として生まれる。父は、浦賀船改め五番所の下下田豚六十三県州の一人だった。幼い時から絵を好んで、下田で奉公するのを嫌ったため、天保六年十三歳で、江戸に出て絵師になろうとする。しかし、何のつても持たない少年が良い死につくことは難しく、 結局、日本橋横山町の旅問屋に、デッチ暴行に出ることになった。しかし、これも合わず三年で、下田に戻る。天保十四年には、七の子根で、下田奉行所の臨時下田後大和夫足軽の職に就くが、絵師への夢を捨てきれず、暇さえあれば、絵を描いていた。これを見ていた上役の取り継ぎを得て、高歌元年秋に、江戸へ向かい仮のすみれ川に入門。 すみれ川も伊豆出身ということもあって、気に入られ、すみれ園、すみれいにしュへとこうして、後に、全学堂あるいは、伝心堂ともこうした。ある日、死の用事である旗本家に出向くと、オランダ船のもたらした一枚のダゲレオタイプを見せられた。これに共嘆した連城は、以来写真術を学ぼうと決心し、すみれ川の許しを得てその門を離れた。しかし、 すみれ川からの恩を忘れないため、すみれの字が蓮の根を意味することから、自分の身長より大きい五尺三寸の唐桑の木で、レンコ根ンの形を表した杖を作らせ、これを常に持ち歩いた。そのためいつしか、連城と呼ばれるようになり、自身もそう名乗るようになった。また、奥樹社なる島市直から、写真術の情報を聞いたのも、写真史を目指す、きっかけの一つと言われている。 写真術を学ぶには、外国人と近づくのが近道であると、おじを頼り浦賀奉行の足軽として、浦賀平根さん台場の五番所経営係の職を得た。そこで数回にわたって、アメリカやロシア船舶の外国人に接したが目的を達することができず、諦めて長崎で学ぼうとした矢先に黒船来航が起こる。日米は新条約で下田が開港すると、 距離の下田で次の機会を狙おうと考え、船で帰省する途中、今度は安政東海地震に遭遇する。どうにかたどり着いた下田は、ひどい惨状だったが、なんとか、肉親や縁者と再会することができた。すみれ川には、自身の無事を知らせるため、紙の代わりに屋根板に手紙を書き、その板には、逆労に追われて家も米もなし楽しみもなし死にたも、なしと記されていたという。 下田での連城は開国以前からあった、米国船が、滝木や、水、食料などを買い付けるための市場、共民欠望書の足軽として、外市への給仕役として務め、写真術を学ぶ機会を伺った。ここで、安政三年横浜開港の談判のために、来日したタウンゼント・ハリスの通訳である、ヘンリー・ヒュースケーンから、ようやく写真術の原理や基本概要を学ぶことが、できた。 安政6年12月に下高井工場は閉鎖され、連城もお役御免になると、隅みれ川の江戸城再建に伴う絵画制作を手伝いに江戸に行く。ここで賃金100両を得ると、どういう経緯は不明だが、開港した横浜で雑貨貿易商を営むユダヤ人振るショイヤーの下で働くことになった。ショイヤーの妻アンナは幼い頃からがお好み。 レンジョーの日本画を高く評価したため、レンジョーはアンナから西洋画法を学び、レンジョーはアンナに日本画法を教えた。そのショイア家にアメリカの写真家、ジョン・ウィルソンが寄宿する。彼こそがレンジョーに写真術を授けた人物である。ただし、ウィルソンは同業者が増えるのを嫌い、容易にレンジョーを受け入れなかった。宣教師、SR ブラウンの長女。 ジュリア・マリア・ブラウンがウィルソンから写真術を学ぶようになると、レンジョーはジュリアを通じて写真術を学べるようになるが、薬品の調合や暗室作業の詳細などはわからないことが多かった。特にウィルソンはコロリ音質バンネガからインジへプリントする技術を故意に教えなかったと思われ、レンジョーは大変苦労することになる。文久元年末にウィルソンは離日するが、 写真機材や薬品と連ーが描いた日本の景色風俗のパノラマが86枚と交換し、翌年ウィルソンはロンドンでパノラマ画の展示会を開いている。ウィルソンの写真機材へた連ーは努力と財産のすべてを傾けて写真術の研究に没頭し、苦労の末どうにか鮮明な画像を得るのに成功した。文久2年連ーは40歳で横浜の逃げ、 ついで弁天通り五丁目横町で写真館を開業した。これが横浜における営業写真館の最初であるとされる。当初は日本人は写真を撮影すると寿命が縮まると称して、これを嫌い、客はいずれも外国人であった。写真館に来る外国人は和服和装姿や甲冑姿で写真を撮るのを好んだが着物を左前に着たり、屏風の傍らに、 石道路を排するなど日本の風習を無視する者もいた。連城は注意したが外国人は応じず、連城も諦めて撮影するようになった。開花期にしばしば見られる奇妙な日本風俗写真はこうした経緯で制作されたと見られる。また外国人客は日本娘の写真を大変好んだため、連城は多額の報酬でモデルを雇って撮影し、 浮世絵美人画のような写真も販売した。文久年間には根強かった名神も次第になくなり、日本人客も来るようになり店は繁盛した。連城の門下からは、横山松三郎、臼井秀三郎、鈴木新一、江崎麗二など、日本写真誌に名を残す著名な写真家たちを輩出した。他に、桜田安太郎、四弓、清七、桜井初太郎、平田玄章、 西山霊介、船田万太夫と、弟子河原金一郎などがいる。一方で連城はまた勤労の志が強く、函館戦争、台湾出兵などのパノラマ画を描き、作品は優秀感に収められた。また、現時元年に来日、石板の技術を有していた、アメリカ人の建築技師、リチャード・ブリジェンスと親しくなり、そこで石板印刷を学び、明治初期、 蓮城も自ら石版が徳川家康像を制作、日本における石版印刷業、牛乳作手業、乗り合い馬車営業の開祖であるとされる。明治15年、蓮城は浅草公園大国に写真館を写したが、その後写真業を廃止キリスト教に入信、信仰生活に入り、画質を楽しみつつ、余生を送った。蓮城は1914年に浅草で没死した。 去年92、どっちは、豊島区駒込の染め入霊園にあり、下田公園には、連城の記念碑と銅像が混流されている。ありがとうございます。